ウクレレ短法30回記念企画その3っていうことで、前回前々回とウクレレ短法それぞれでレビューしたトムのウクレレ2機種。こちらをですね、抽選で視聴者プレゼントします。わー <laughs> ということでですね、当初レビューしたこの原品を皆さんにプレゼントしようというふうに考えておりましたけども、なんと太っ腹にもですね、ストーリングハウスさんが新しいものを ごご提供下さるっていいううこととで,でありがとうございます <laughs>、はい、しかもですね、えー、当たった方が、えー、サイズを選べるというお楽しみもついてるんですねつまり 200A と 700A がそれぞれ1本ずつ当たった方はソプラノでもコンサートでもテナでもお好きなサイズがもらえるということなんですね 700A はソプラノないんですけどもうん でこれまでですね、えー、ウクレレ裏カイドのチャンネルでは、えー、視聴者プレゼントの企画ってのをやったことなかったんですね。で今回初めてになります。まあ、最初で最後になるかもしれませんけども、えーまあ、そういう意味では重ねてですね、ストリングハウスさんには感謝ですね。加賀の騒動でご商売も大変なはずなのに、中華ウクレレ好きな皆さんへ心遣いをいただけるということで、大変心意気を感じております。プレゼントの応募要領です。 こちらは動画の説明欄に記載をしておきますので、プレゼントが欲しいという方は、必ずそちらも合わせてご覧の上で応募してください。ね、まず1つ目、ウクレレ裏街道チャンネルにご登録をくださいで。2つ目、欲しい機種、レビュー動画のコメント欄に、プレゼント希望の旨、コメントを書き込んでください。でこの動画のコメントには書き込んでも無効ですので、ご注意くださいね。で、あの2つレビューの動画を上げてますけれども、両方に、 応募いただいいても構いませんただし同じ人に2つ当たることはありませんのでまあとはいえあの両方に応募いただいた方が当たる確率は上がると思うんですねまあ抽選ですからねうんこれで応募は完了になりますなおですねくれぐれも個人情報は書き込まないようにお願いしますあと気が向いたらで結構なんですけども Amazon の商品レビューを私書いてますんで、えー、参考になったってのを押していただけるとこれまたありがたいという感じですかね 募集期間はこの動画をアップした本日から締め切りは6月25日の0時とします。要するに24日の深夜までですねで。締め切りまでにコメント欄に応募のあった方の中から私の方で抽選してそれぞれ1名を選定します。で、その結果はですね、えー、追って動画でご報告させていただきます。6月25日にアップする動画で抽選結果のご報告をさせてあげると。 いいいう形にしたいと思いますなおですね、えー、当選された方にはご当選者様の YouTube のページの概要欄に、えー、ご連絡先載せてらっしゃる方であれば徒歩からご連絡さしあげますけれどもほとんどの方が、まあ、そういった情報を載せてらっしゃらないと思うのでその場合は抽選結果の発表の動画を見てあ自分だと思った方はユーカースのメールアドレスまたは Twitter アカウントの DM 型にご連絡をいただきたいと思います。 いずれもですね、私のチャンネルの概要欄に連絡先記載してありますので、ということでですね、抽選の模様は動画としてアップして、その動画を当選発表という形とさせていただきます。以上になります。皆さん、ふるってご応募お願いいたします。